6月4日、奈々子と、ちなみの、なんちゃって、血液型占い。せーの、おはようございます。おにぎりやったっていうのに、ハブラジ。今日も、運に任せて、レッツ、ゴーゴー。では、今日は、そうです、3からやっていきます。3位からでございます。お願いします。いきまーす。なんだと。ダメ、最近かきぐるみすぎて、なんかこういうのやりたくなっちゃう。2、せーの、じゃん。わお。 AB 型。 ABC から A を取ったら C を取った。 AB にならなかったもん。 A を取ったら BC。 じゃあ流行る第1位は、せーの、じゃん。わお。すごくない？はい、はい、ということで4位は大型さんでした。申し訳ない、ごめん。1位の B 型の皆さんの中で今日最も運勢の1星座を選んでいってやりたいと思います。みなみ、星座チャンス。あ、そうだ、初めて巡ってきた。そう、いきまーす。せーの、じゃん。いて座。いて座、めっちゃ低いよ。もう大好きじゃん、いて座のこと。よかったね、いて座さん、みなみが大好きですって。チャンスを逃してしまった。今日は B 型で、いて座の方が最も運勢がいい1日になります。イエーイ、嬉しいよね。4位の大型の皆さんには奈々香さんからお知らせです。はーい。4位の大型の皆さんのラッキーフードは、ズンドゥ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 、みたらし団子です。ウォー。団子団子団子、熱いのに団子。結構口にへばりついてくる系の。ごめんなさい、しかもみたらしの方にしちゃう。三色団子とかでもない。そう、でもセブンで売ってるから、冷たいみたらし。あ、売ってる売ってる売ってるよね。売ってる。だからぜひあれも食べてみてください。はい、今日は何位だったかっていうのをコメント欄にお願いします。お願いします。チャンネル登録とグッドボタンもお願いします。そしてその他 SNS、 インスタグラム、 TikTok、 ツイッターやってるので、そちらのフォローもお願いします。アルバスの公式の SNS ですね、ライブ情報、そしてチケット情報とか最新情報がいろいろ載ってますので、そちらの方ご覧ください。概要欄に全てリンクが貼ってあるので、そちらから飛んで見てください。それでは今日も元気にいってらっしゃい。髪色さ、次何色がいいかっていうアンケートも聞きたいよ。髪色アンケート、パフパフパフ。結構青は賛否両論が分かれた。あ、そうなの。うん、赤の方が良かったっていう時もありましたし。言われた？はい、言われましたけれど、でも青すごいいいって言ってくれる方も多く、うん、私結構ね、青好きなんです。私も結構青好きなんです、うん、だから結構多分一番青がやってる。ユニコーンとかどう？あ、毛先とかだったらいいかもしれない。うん、いいな。こっちの方はちょっとシルバーっぽくしたいんだよね。でもそうなると、でもね、そんな派手なことするとイベントの時に、美面の時にね、目立っちゃいますから。黒にしなくてもいいよ。目立っちゃうっていうだけ。あ、目立、あ、それだけ？うん。そうなの。別にいいんだ。いい。超いいよ。まあ、そんな感じで皆さんぜひね、コメント欄にお願いします。書いてあげてください。何色がいいか。うん。ぜひ、それも参考にしながら。お願いします。バイバーイ。